久保さん、モチベーションの居場所とかにしましょうか。モチベーションの居場所と。モチベーションをどこに持っていくかが結構すあの成功するかしないかなんじゃないかなと思うんですけど、さっきね、あのトライアル生からですね、あの質問が来たんで、いろいろお話しして、最後のまとめとして、本田圭介さんの成功にとらわれるのは成長にとらわれろっていうのをちょっとシェアしてて、お話ししてたんですけど、そのモチベーションがね、 まあその本田圭佑さんの成功にとらわれるのは成長にとらわれろっていうところの話にちょっと紐付けるならばあのお金が稼げたわーいっていうところにモチベーションをの居場所を持っていくのかそれとも昨日できてないけど今日できたなっていう成長にそのモチベーションを居場所を持っていってるんだったらやっぱ最終的にどっちの方が大きな結果を出せるのかっていうと多分ね最終的には。 多分、こっちだと思うんですよ。まあ、全部じゃないと思うんですけど、割合的には多分こっちが大きいかなと思うんですよね。で、なぜかっていうと、成長は日々成長はできるんだけど、結果ってわかんないからです。久保さんもそうだと思いますけど、絶対自分が出した商品が100%自分が思い通りの売り上げ目標値に行くかっていうと、これは不安定なんですよ。出してみないとやっぱわかんないっていうところが、 まあもちろん出す前からある程度は分かるっていう部分はあるんだけどもそれは確定ではないんですよねだから100%売れるんですかそういうわけではないですねビジネスっていうのはだからこれは不安定ですだから例えば売れると思ったけど全然売れなかっただからお,かお金その稼ぐっていうところにモチベーションがあるならば ああ、もう絶対これ売れると思ったんだけど、全然売れないやん、みたいに。もうモチベーション低下ですよね、はあ。で、やらなくなるわけですよね。で、こっち成長にとらわれてる。モチベーションを居場所を置いてるんだったら、別に成長はいつ、いくらでも変化できるんですよ。だって新しいことやればいいだけなんで。そうじゃないですか。新しいこと挑戦すればいいんで。昨日やってないことやればいいわけじゃないですか。そう。<laughs> いくらでも変化できるんですよね。無限に。無限です。成長はもう無限です。 だからその、アインシュタインになりたかった、アインシュタインぐらいまで勉強すればいいだろうし、ニクロテスターまで勉強すればいいです、もう無限ですよ、こんなのは。やればやるほど無限なんで、こっちは。で、結果的に、まあ成長すれば、まあそこにスキルがついてくるし、そこに応じたものが結果として返ってくるっていうね。だからその、あなんですかね。おか、金は天下の回り物でしたっけ天からの回り物みたいな話はありますけど、僕は、 あんま好きじゃないんですけど、その言葉ね。うん。お金は自分の価値の回り物って話ですね。自分に全く無価値だったら、全くお金って来ないと思うんですよ。久保さんに価値がなかったらね、誰も話聞かないし、誰も久保さんの商品買わないと思うんですよ。久保さんの話に何も久保さんに価値を感じない。疑ってる、全員疑ってます。久保さんの話してる内容に1ミリも価値を感じない。どうやって久保さんの商品売れるんですかって話ですよね。 それ無理だと思いますよ。少なくても、あ、なんか、この人いい話してるな、とかね。あ、なんか、それいいな、みたいなね。入ってみたいな、みたいなね。そう思う理由って、そこに何か価値を感じるからですよね。うん。だ価値は金の,、ま、あの回り物みたいな。価値がないと回ってこないよっていう。そもそも価値がない紙幣を持ってても、それは紙幣じゃないので、紙幣だけど紙幣として使えないじゃないですか。 いや、1万円です。いや、それ、最近それ1万円じゃなくなったんですよね。100円の価値しか今ないんですけど、みたいな。だから、1万円の商品、僕の商品買いたいんだったら、100、1万円札だと、えー、っと、100枚ぐらい必要ですね、みたいなね。<laughs> 昔なんかありましたよね。あの、大好、大好評だ。大、ちょっと名前忘れましたけど。札束は大量に必要、みたいな <laughs> そう。この札束の価値が超落ちて、 いいいっぱい必要みたいなねどっかの国であったと思うんですけど。はい、ということでモチベーションの居場所どこに置いてますかいってらっしゃい。